例のやつあるか。あんた、合言葉はミクシー、魔法のアイドル。お疲れ様です。ガラスプだ。なんだよ、ああいう言葉は。ねえ、ほんと間を持たせてる。あんたか。ああいう言葉。2月、ガラスプ完成前に販売依頼が来た。最終テストを繰り返し3月になったが、ガラスプの作者産業道路には引っ越しが迫っていた。お手伝いの玉川山本は確定申告を先延ばしにしてネコミーム動画を作ろうとしていた。果たしてウィッシュフックのウェブ販売や新宿高島屋のイベントに間に合うのか。ガラスプは知らない間に記事にもなっていた。そして迎えた販売開始の1週間前、サイズ違いのガラスプのアイデアが生まれてしまうのだった。